三角三角。ジェジュフェス2021をお楽しみの皆さん、こんにちは。マヒト役の島崎信長です。はい、今日は会場にね行けない代わりにジェンガをしろと言われましたので、やっていきたいと思います。なんでジェンガなのかは全く分かりません。はい、お題が書いてあるらしいです。何が書いてあるんでしょうね。はい、はい、最初のお題です。はい、早口言葉ですね。いや、言えるかな。うるるるる、今これ朝撮ってんだよな。いきます。はい、特級呪術師手術中、特級呪術師手術中、東海、言えなかった。レッツブラジル体操。はい、これありましたね。はい、覚えてますか皆さん。こういきますよ。はい、1212みたいですね。でこうやってやってから、ゲトくんパスで、上後の頭をシューッ。おかしいな、ブラジル体操は1個だけしか入ってないって聞いてたんだけどな。いきなり引いちゃったな。はいはい、これが出た時は地平円丼か。今どんな気持ちですか。楽しい。はい、お気に入りの、アニメ「ジュジュ散歩」は、まあ、ブラジル体操とか、あとマヒコのやつですね。はい、花見ちゃんがジョーゴくんに愛を伝える、はい、マヒコ楽しかったです。はい、ちょっとジョーゴーみたいなやつね、楽しかったです、やってて。はい、マヒトの共感しちゃうところは、あー、これの好奇心ですね。興味持ったものに夢中になっちゃう感じとか、あれ、こう知識欲満たそうな感じはすごい。今の気持ちを4文字熟語で、無意点々。次、おい、はい、はい、地平円丼か。全力、あ、ジェンガ、そうか、乗せなきゃいけないのか。左手でジェンガを乗せてくださいって。はい、呪術廻戦ファンの、皆さんに一言、今はただ君に感謝を。好きなおにぎりの具、いい声でツナマヨ。はい、これが鹿地平円丼か。ちょっと待って、今これね倒れそうになってきました。はい、左手でジェンガを乗せてください。これこのシリーズあんな、左手シリーズ、あった、あー、これが地下。今はただみんなに感謝を。それではジュジュフェス2021、この後もお楽しみください。またね。壁を越えてここへおいで、吹き抜ける風を追って、選んだ道で探し出すだけ。 Mystic Harmony is chemistry to me.